元々の役割としてはテニスコートだったんですけど、まあ、ここに野球場があって、まあ、結構その野球が盛んな学校だから単に練習とかで使うだけじゃなくて結構頻繁にいろんな大会他の学校に貸して大会やったりとかもういろいろやってて、町の中の何かその景色としての、まあ、広場を作り出すというよりは自然の中にあるようなスケール感をイメージできるような何もない場所を作ろうと、全体が見えないことによってさらに向こうがあるように想像できる、広場とは言ってるけど広場ではなくて地平線が見えるようなそういう広さを感じられるような空間を作るっていうのを、まあ、ここでやりたい。100メートルスパン の建物だから、まあ、いわゆるこうメガストラクチャーだと思うんですけど、人間が風景として感じる空間を作ろうとしているわけだから、そのメガストラクチャーではあるけれども人間のスケールと関係しなきゃダメだと思うんですよ。このスパンの中でなるだけ多様な建築のこう空間 のバリエーションを出すってことで構造体自体も割とこう薄くしたりとかしてるし、水平なこう広がりを作り出すためにもともとある地球がこうあったとしたら、まあ、空と大地のこう断面と同じようなプロポーションでこう大地と湾曲したような形をこう作り出して、でそのことによって、まあ、こう中を覗くと壁が見えないような状態をこう作っていて、たくさんこんだけトップライトが開いてると光が回り込んで均質な空間になってしまうかもしれないけど、まあ地球もそうかもしれないけどこういう空間だから、まあ、雲があるところは暗くなるし光が差し込めば明るくなるしってところで、まあ、光が回り込まないで光が落ちたところが明るくなる。だからこれも光開口が集まってるところは明るくなるけど開口が少ないところはポツポツと光が落ちてくるって感じ、うん、で雨が降れば雨降っただけ雨の柱のようなものが空間の中に広がってくるし、うん、滝もできる鉄板でできてるんで1枚の12ミリの鉄板でできてるから熱によって、まあ、そう変化する建築とその自然環境 の変化をこ う, うまくこう対応してその空間のバリエーションをこう作っていこうっ